デルマー・ウェスリー・クランドールは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オンタリオ出身の、プロ野球選手、監督。ウトウミギウチ。主に MLB ・ミルウォーキー・ブレイブスで長く活躍した。ドラフト制度のない1948年シーズン前に、ボストン・ブレイブスと契約した。1949年6月に、ブレイブスで MLB にデビューした。ジョニー・アントネッリとは10代同士のバッテリーを組んだ。 ブレイブスの保守ではフィルマ氏が長く務めていたが、クランドールの活躍によりマ氏はこのシーズンの途中にピッツバーグパイレーツにトレード移籍した。このシーズンは63試合に出場し、打率263.4本塁打34打点などを記録し、新人王投票ではドンニューカムに次ぐ2位だった。1951年と1952年は、 朝鮮戦争への兵役のため試合に出場できなかった。5年目の1953年、1953年の MLB オールスターゲームに初選出された。ニューヨークヤンキースとの1957年のワールドシリーズではエースのルーバーデット、ウォーレン・スパンラと共に4勝3敗で優勝に貢献した。ヤンキースとの1958年の ワールドシリーズにも出場したが3勝4敗で敗退した。このシーズンは打率272.18本塁が63打点、オプス805などを記録し MVP 投票では自己最高の順位だった。1960年より同じポジションの上通りが MLB に昇格し徐々に出場機会が減少した。百六十五年二月、 ボブプリディ、ボブバーダとのトレードで、ピッツバーグパイレーツに移籍した。1965年11月、クリーブランドインディアンスと契約した。1966年が、MLB での最後の出場となった。投手のノーヒットノーランのうち3回を保守として、リードした。1954年6月12日のジム・ウィルソン。1960年8月16日の、 ルーバーデット、1960年9月16日の、ウォーレン・スパーン。ウォーレン・スパーンとは、通算318試合でバッテリーを組んだが、これは、歴代2位の記録である。通算打撃成績は1573試合で打率、254.1276アンダ、179、本塁打、657打点などを記録した、シルバースラッガー賞のない時代だった。 1957年に創設されたゴールドグラブ賞では、初年度にはシャームローラーが受賞したが、その後5年間で4度受賞した。1972年から1975年に、球団創設4年目のミルウォーキーブルワーズの監督を務め、いずれのシーズンも勝率は5割以下だった。1974年の開幕戦では、ロビン・ヨーンとお18歳でデビューさせた。 1983年途中から1984年途中に球団創設8年目のシアトルマリナーズの監督を務めた。監督通算成績は271勝338敗、退場6回。2021年5月5日に死去。ありがとうございます。